自分のマーケットで勝負します。ビジネスは残酷っていう部分で、これって戦争ですからね、潰していくんですよ他を。だから本当に真剣にやらないといけなくて、皆さんこんな目に遭いますよ。見えます？これ AKB 特別企画、これ握手会ですよ。見てくださいこの行列、人気ですよ。これが人気、すごい行列ですよ。ここ見てパス、ファストパスじゃんここ怖いですね、残酷。僕たちはこういった世界で戦っているということをちゃんと認識しておかないといけない。いつ崩れるか分かんないですよ。芸能人からこんだけ行列できてても一つのスキャンダルでバーンですからね。怖い世界ですよ。じゃあそういう世界にいてるっていうのをちゃんと認識して普段頑張ってますかって話なんですよ。いや暑いからやめとこうかな、ありえます？そんなん戦いの場でないですよね。ないんですよ。これここもうやばくないですか。これ皆さん治療院がこうなったらどうですか、ならないという保証はないんですよ。常に学び続けて常に成長し続けないと僕たちのビジネスっていうのは取られます。なぜかというとナンバーワンしか生き残れないビジネスをしてます僕たちは。じゃあここにいてる人っていうのは何もないわけですよね。別にブチャイクでもいいわけですよ、面白ければ人気取れるわけですよ。何かないといけないんですよ何か。でもこの何かを持ってない人たちは目立たないんですね。ここは何かがあるわけですよ。つけ麺屋さんすごくないですかこの行列。でもつけ麺屋さんって山ほどあるんですよねその辺には。いやもしかしたらこの周りにはないのかもしれないですけども、何かがあるからこうやって人が集まりますよね。でこの何かを皆さんはちゃんと作らないといけないんです。需要と供給です。ビジネスは需要と供給ですよ。求めてくれる人がいてて供給する人がいる、ビジネスは成立します。むっちゃ当たり前の話、求めてる人も減ってきて供給する人が増えてきたらどうなりますか。めちゃくちゃ大変ですよ。めちゃくちゃ大変になってるのが僕たちの治療業界ですよ。どんどん減ってるわけじゃないですか。人口減少どこでもやってますよ。皆さん調べたことあります？自分の地域ここ5年でどんだけ人口が減ってるか。大半が減ってますから、よほどの地域じゃない限り減ってますよ。減ってるんですよ。でその地域の人の収入は増えてるんですか。いやー増えてないですよ。増えてないだけじゃないですよ、物価が上がってるんですよ皆さん。昔こんなん出た時100円とかで買いましたよ。今も100円、まあ売ってるとこもありますけど上がってますよね。物価上がってるんですよ。自分たちがビジネスの対象としている人たちの収入は増えてないけども、その人たちが日々使うものの値段は上がってるんですよ。お金が残ってないってことですよ。僕たちはそういった人たちを対象にビジネスをしてるっていうことを知らないといけないです。そういったのをさっき紹介した本とかに書いてます。じゃあどういうことを考えてやっていかないといけないのか、頭使わないといけないんですよ。これを考えずに広告打てばそれは広告費かかりますよ。考えずにやったら広告費かけても勝てないですよ。でも考えてやって広告費かけたらいやいいと思いますよ。じゃあ考えましょうよって話なんですよ。もうこっからスライド面白くないですから。さっきの握手会だけです。握手会までです面白かったのは。この先は写真一切ないですまず供給です。供給は何かというと皆さんの武器なんですよね。皆さんの武器、皆さんの武器は何なのかです。これね、直すとか言うんですよみんな。それは直しますよ。でもそれってね、美容師さんが髪の毛切りますって言ってるのと一緒ですからね。何がすごいですか。何があります。これをちゃんと作って市場にリリースしていくんですよ。でそれが当たるのかどうかです。それをテストしないといけないんですよ。でこれでもう被ってくるんだったらさらにつけます。で自分のマーケットで勝負します。この部分で戦うんですよ。この部分でマスカー2つだったらここですよね。ここのポジションを取らないといけないです。昔はこれだけで取れたわけですよ。腰痛専門爆発的に当たりましたよね。で今どうですか。みんなやってますよ。この中で腰痛専門どんだけありますか。腰痛専門ピシッと上げてください。腰痛専門この中でもう5人ぐらい6人いてるんですよ。
地域で唯一の腰痛専門医、地域にどんだけ唯一の専門医があんねんみたいな、唯一のことか知ってますかみたいな、あるでしょ、その地域そのなかったらそれでいいんですよ。そのマーケットにそのポジションを取ってる人がなければそれでいいんですよ。でもあるんだったら何か掛け合わさないと、これでポジションをちゃんと取るんですよ。これは供給ね、供給。皆さんのマーケットで、ないポジションは何があるんですか。それを確立させないと。それを確立させれば200万300万絶対に行きますよ。絶対に行く。でもそのマーケットに他に3つぐらい同じことをしている人がいたらきついですね。そうなったら資金力です。資金力からどう勝ちます。自分のマーケットが3つなければそこは戦えます。